デストルドーとは、ジークムント・フロイトの提唱した、精神分析学用語で、死へ向かおうとする欲動のこと。タナトスも、ほぼ同義で、死の神であるタナトスの神話に由来する。フロイトは、トディストリエブとタイのように、レヴィンストリエブという語を用いたが、日本語では共に、死の本能、生の本能と訳されることが多い。しかしながら、本能には、 遺伝的に組み込まれた行動パターンという意味合いが強くトリーップをそのように訳すのは誤解を招きかねない面があり彼は本能と別に自我に対して何かに借り立てさせる衝動という意味でトリーップを使ったとされる英仏訳でも誤りが指摘され訂正が施されたが日本語訳ではまだ本能と訳されていることも多い日本語訳でも広まりつつある欲動 または、衝動という訳語に意義があるのは、それにより、本人の葛藤に焦点が当てられることになるからである。患者はしばしば、死にたいという言葉を発するが、死の本能でなく、死の欲動と訳すことにより、死にたい気持ちにかられると言わしめる者、フロイトが、性の欲動、死の欲動の二元論で説明しようとしたものは、 臨床現場で頻繁に聞かれる死にたい気持ちと生きたい気持ちの間の葛藤としてうまく説明することができるものである。死の欲動概念を展開する前のフロイトは愛する者の死を願うといった両値的感情を伴う殺害願望から自殺を説明しようとした。つまり攻撃性の内向という解釈であるが、この時点では説自体は 性の欲動の従属的位置に留まる。一方彼の破壊性という言葉も混乱を招きやすかった。死の欲動以前の攻撃性の説明はとても複雑である。例えば1905年に発表された性理論3編においてはリビドーには本質的にサディズム・マゾヒズム的な性質が付随していると言われた。また、精神分析学入門時代においては、フロイトは 無意識と意識の対立という構造で考えていたので、人間の本質的エネルギーであるリビドーに対抗するものとして自我保存欲動を想定していた。この自我保存欲動は外界の危険や不快な状態から避けるためにリビドーに対抗する場合がある。その場合に支配感情や攻撃性が炉にされたりすると考えられていた。また精神分析の臨床においても、 死の欲動のようなものは陰性治癒反応から想定されたが、それが一体何によって引き起こされているのは謎であった。このような精神分析の状況の中で、フロイトが最初に死の欲動という語を用いたのは1920年に表した快楽原則の悲願である。彼は人間の精神生活にある無意識的な自己破壊的、自己処罰的傾向に注目した。 この時期に彼の考え方は快楽が生から死の欲望との戦いが生へと大きく転換したとされる。彼は神経症における脅迫観念、第一次世界大戦機関兵の心的外傷のフラッシュバック現象少女のいるいなやい遊び観察で見られた不快なはずの母の不在の反復などから従来の持論であった快感原則からは説明できない心理を見出した。 死の欲動理論はそれ以後のフロイト理論を改定する大きなきっかけとなっていく。以下、死の欲動、臨床人間学ノート112から114項からフロイトにおける死の欲動の要約を抜き出す。死の欲動はフロイトの快感原則の悲願や自我や S から見ると一般的にはリビドーとの混合で対象に備給されると書かれている。しかしその死の欲動が多くなると サディズムやマゾヒズムのような形態として現れることもある。また、死の欲動は肉体の筋肉活動を通じて発散されることもある。それが体の怒りの発作として確認される。精神分析の臨床では死の欲動を確認する術は少ないとフロイト自身言っている。事実この概念を想定するのはマゾヒズムやサディズムの発生基準や陰性治癒反応、 それに、外傷神経症という夢の願望充足の例外を捉えるためである。しかしこの概念は長自我の破壊性を説明するものとして考えられており、それゆえに、フロイトにおいては重要なものとして後年まで考えられた。ポール・フェダーンは、最重度のメランコリーに死の欲動が観察されるとし、同様の指摘はしばしばなされる。 フロイトの弟子にも受け入れたものはいったが、しかし大勢では、フロイトの死の欲動概念は、批判が多く、フロイト死後になってから死の欲動の考えを取り入れた学者たちにより、新たな展開がなされてゆく。継承発展させた人物は、メラニー・クライン、ジャック・ラカンが代表的である。現代では、死の欲動という概念は、精神分析の臨床では用いられにくく、むしろ、 攻撃性それ自体が本質的なものとして考えられている。それは臨床において現れるのは死の欲動という概念ではなく、むしろ医師への攻撃的な反応や怒りだからである。また、自傷行為や自罰行為も見られ、このことから攻撃的なものとしての死の欲動の概念が深く考えられるようになった。対象関係論においては、 リビドーと攻撃性が非常に重要である。特にメラニークラインやその後継者においては、不安や迫害妄想に焦点が当てられている。精神病の患者自身を破壊する幻聴などの源泉として死の欲動が援用される。死の欲動や分裂した悪い自我部分は投影制度を、一種として幻覚や幻聴を通して患者に帰ってくるという考え方などが言われている。 それに対して自我心理学では死の欲動を広範囲の攻撃性として捉えている。これはハインツ・ハルトマンやエルンストクリスによって主張されたもので、そもそもフロイトにおいて死の欲動に相当する攻撃性が適切に把握されていなかったので、それを自我との関連で統合的に捉えた結果、死の欲動はそれ自体は確認されず、むしろ自我の攻撃性や 支配成功などとして活用されるとしている。また、死の欲動を攻撃性と捉えると、攻撃的なという概念は何にでも当てはまるので、そもそもの概念に疑問符が付されたりもした。そして、自己心理学においては、死の欲動はあくまでも自己の崩壊算ものであり、その本質は自己主張的な性質として、人間の正常な活力として考えられている。 攻撃性は本来適切な欲求や感情なのである。しかし患者や他人が適切に反応してくれないと、患者は事故がバラバラになり、その欲求不満を憤怒として表す。これが典型的な攻撃性によって現れる自己愛憤怒である。これに付随して、抑うつや自傷行為やサディズムマゾヒズムが生じる。 このようにそもそも自己心理学では本質的な攻撃性と二次的な自己の破壊産物である攻撃性を分ける。そしてフロイトの想定した死の欲動は心理的な活力という概念に置き換えられて把握されている。フロイトに先立ちフリードリヒ・ニーチェが神の死を言明し、当時楽観主義は知識人の間ではすでに力を失っていた。フロイトの思考の変遷も 悲観的な世界情勢と無縁ではなかったであろう。彼は第二次世界大戦の戦果を見ずに亡くなったが、図らずも、その後広島長崎への核爆弾の投下、ホロコーストなどが起こって破壊衝動を予言したような形になり、水爆開発などで現在では計算上は人類を複数回滅ぼせるほどの大量破壊兵器を所持していることが明らかになっている。 後世多くの精神分析家が死の欲動論を援用してこのような人間の暗黒面の解明に切り込んだ。真相心理学の心のダイナミクスの項を参照。詳しくはアーノルド・ゴールドバーグの自己心理学とその臨床の第4章などに比較表が載っている。死の欲動の発想自体は彼の家族の死別などによって引き起こされたと言われているが、 精神分析の論文では特に1917年の元メランコリーから死の欲動の明確な認識が深まったと言われている。おこの義敬語の著作やフェアバーンの著作を参照。フロイトはそこに大戦の根源的衝動を見た。中山本のフロイト役所などを参照。フロイト自身は一時的マゾヒズムといった還元を引きずり、理論を完成させずに指揮をしたため、 矛盾がなくなるよう不縁していると思われる。後期のフロイトの論文や対象関係論において説明されている。これもアーノルド・ゴールドバーグの自己心理学とその臨床の第4章などを参照。ありがとうございます。